さちゃんキュンキュンありがとうございます。はるくんキュンキュン、エリマルさんわー咲いたよ、ちさちゃんキュン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 、平和さんシュク、サメちゃんキュン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 ありがとうございます。お団子可愛すぎた嬉しい。あの充電のやつもううちもなったことある。インスタライブか、あ間違えた、インスストーリーかな、そうストーリーで壊れちゃったーってやつ載せた。そう、あ今日も配信中にあれしようとツイートしようと思います。そう久々の黒板さん登場です。黒板のね高さ的に、そう高さ的にここが一番やりやすいんですよね。正規品かは分からないんですけど、コンビニで買ったやつで、最近割と最近買ったやつで割とピエンです。そう悲しい、最近買ったやつだから。しかも最近ずっとこれぐらいの長、それはないな、これぐらいの長さしか使ってなくて、よし長いの買おうと思ってこれぐらいの買ったのにすぐ壊れちゃって悲しい。スカイさんキューキューキューありがとうございます。うん、キャンメイクのまつげ美容液使ってます。使ってる時もあります。あアルバムサイン会追加したよ、知ったの、たたありがとうございます。あ皆さんあの画像を作ってくださってありがとうございます。昨日の配信ですごいせかしちゃった感じになっちゃって申し訳ないなって思ってたんですけど、いっぱいたくさんの方が作ってくださって嬉しかった。15ぐらいありましたね。ありがたや。ひろたんさんかわいい、ありがとうございます。つかいさんキュンキュンキュンありがとうございます。そう、あと横浜新生活部もハッシュタグでつけてツイートしてくださった皆さんもありがとうございます。もっともっとたくさんの方に見ていただけたら嬉しいなと思うし、もっともっとなんかいっぱいね滝沖が映ってて、なんかいっぱいしょこちゃんいっぱい映ってて嬉しいって言っていただけるのも私は嬉しいし、あコーチさんパー最低ありがとうございます。ゆめひめさんキュンキュンありがとうございます。そう嬉しいですし、あのいっぱいツイートしてくださってすごく嬉しいなと思って全部見ました。見ますって言おうとしちゃった、全部見ました。そう今日もね移動中に見てた。そうありがとうございます皆さん、嬉しい嬉しすぎ。司会さんいっぱいハートありがとうございます。キュキュキュありがとうございます。タグはつけてません、タグつけてください。よろしくです。話し会渡したいけど、あ星になっちゃった、大事なとこ星になっちゃってる。あ選んでくれた飾り付けつけて卒業式してきた、今日卒業式のところ多いかもしれない、大学かな、なんか袴着てる方を多く見られました。陽介さん花束ありがとうございます。そうふふ今からでも間に合いますか、もちろん、なタグ付けのことかな、もちろん。おっちゃんかわいいありがとうございます。スカイさんスカイさんハート1000ありがとうございます。キュンキュンキュンありがとうございます。嬉しみハートいっぱい、ヨウさんキュンキュン、ヤマママさんキュンキュンありがとうございます。ねちょっと今日同化しちゃってる、やばみ。うちの大学も今日卒業式だった。やっぱ卒業、今日卒業式の方が多いかもしれない。半袖今寒くないですね。ね今半袖です。今日はこれにダウンを着て過ごしてた。なんか半袖着るんだったらダウン着るなって思った
ダウン着るんだったら長袖着ろって思っちゃうけど、半袖にダウン着てた謎に。そうでレンズさん、キュンキュンキュン、ハヤピーさん、カマン、ありがとうございます。そう、今日のコーデ適当です。動きやすさって感じです。いつもなんか何でもいい、服何でもいい時は動きやすさ重視です。そういうファッションが流行ってるわけではないですね。そう、平田さん、いいね、ありがとうございます。でもニットなんですよこれ、ニットニットなので。そう、しかもこれいおりさんからもらったんですよ。同じの2個買っちゃったって言ってくれた。誰かもらってくれる子いないって言っててくれた。大分のカズさん、似合う、ありがとうございます。そう、トレーナーじゃないニットです。そう、そう、外はダウン、中は半袖、そうです。よりさんはよく2個買っちゃうタイプなのでね。ニットの半袖いつ着るのか分かんないです。でも春だと思います。春ニットって感じなので春です。もう3月は春なので。ヘイビョンさん、だるま、ありがとうございます。桜の咲く音がして最高に可愛すぎた、ありがとうございます。あ、タグ付きでもらいました。そう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 。同じの2個買っちゃうのめっちゃ分かる。なんでなんで、私はめっちゃ分かんない。めっちゃわからないですね。かなさん、初見こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。春はあけぼの、ようよう白くなりゆく山際、少し明かりて紫出しとる、わかんない、たなびきたる。わかんないよね、服わかんないですよね。みーちゃん、ビギナーしこんばんは、ありがとうございます。まあなんだろう、撮影があったとかそういうわけじゃないので、なんでもいいやって感じでしたね。基本撮影とか以外のこうレッスンとかそういうのは適当です。もう撮った順撮った順です。かなさん、初見、雲の細くたま、たなびきたるね、暗記さ、そう、暗記されました。なんで暗記させられたんだ、わかんない。でもテストとかに出てたりしてた気がする。気に入ったものは2つ買う、嘘、着る用と保存用ですか。今日はオフじゃなかったです。レッスンの時は目だけメイクします。マスクするから、あの、あ、でもカメラマンさんが入ってないさそうだなっていう時はメイクしないです。でメイクしないで行ってカメラマンさんがいた時とかもあります。逆にメイクしていったけどカメラマンさんいない時もあるけど、そう、基本メイク、あ、カメラマンさんいるかなっていうレッスンの時はメイクしてきます。目だけ。マスクするから目だけです。そう、こう、わかんないからね。マスクするのにリップ塗っちゃったりするからね、色付きの。目だけメイクするの分かりますか？やっぱ分かりますよね。女の子だったら分かる気がする。そう、今日さなちゃんとイオちゃんオフだった。まあ人によってですね。イオちゃんマイカだよね。さなちゃんとマイカはねオフですって感じでした、言ってましたね。あ、イエベブルベどっちか分かんないんですよ自分。イエベそうって言われるけど分かんない。マスクしてダンスします。そうです、そうです。最近はメカね、分かり、ほら、もういっぱい目しかしない方いっぱいです。そうなんです、そうなの、目しかしないから。ちょっと影で光の感じでちょっとここニキビ見えちゃってる。最近できちゃったんですよね。
マスクしてダンスしたら疲れそう。うーん、呼吸がなんかもうマスクがパコパコしてます。なんかはぁってそうそう、マイカとサナツンはフリート乗せてたね。そう黄色好きだからイエベだよ好きな色なのかな分かんないけど、そう焼肉乗せてたね。私もね、あの焼肉キー焼肉キーで焼肉タンを食べた。サナツンと一緒に食べたことある。そうマスク、そうマスクしてやってるからこんなタンいいねいいね。逆にタンしか買って買わなかった50メートル何秒？一番早くて7秒9。一番最新は8秒6。高校1年生の時に測った50メートルが8秒6でした。そう。サルワさん。県ありがとうございます。インドネシアからありがとうございます。レシミありがとうございます。タンにはレモンもあるし、塩、お塩が、焼肉のタレでも食べたけど結局お塩だった気がする。そう早いのかな今は。いや中3の体育の時に測ったのが一番早かった。トノさん、あなたはありがとうございます。女子の平均はわかん、私もわかんない。6秒台はめっちゃ早いと、しゃぶしゃぶ好きです。しゃぶしゃぶ大好き。お肉は好きです。基本硬くなければ好きですあ、薄切りだったと思います。厚切りではなかったから。抹茶塩、あ、抹茶塩って私あれでしたね、この前お弁当で抹茶塩って入ってたんですけどかけなかった。リサ、逆にリサは全部にかけてたねおかず全部にかけて、ご飯にもかけてて、なんかすごいなって思ったそんなか全部かけると思って。ケトゥさん、キュン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 、ありがとうございますなら15秒で走れる 50m 早い感じに言ってるけどそう全部にかけてたおかず。抹茶塩は あんちゃんはなんか、あ、これにかけるのかなみたいな、なんか揚げ物みたいな感じのやつがあって、それに、あ、これに入っ、これについてたからこれにかけるのかなっつってちょっとかけてたけど、逆隣見たら、え、そんなかけると思って、全部にかけてるじゃんって思ったそう抹茶の味するんですけど何もかけてないからわかんないですね。 MK さん、アイス、ありがとうございます。あ、天ぷらにかけるんだ普通。あ、なんか天ぷらみたいな感じだったかも、揚げ物って言ったやつ。そうそうそう基本抹茶とかはもう基本何も感じないようにしてるからそうだから別になんか気にしてなかったけど、あ、かけるんじゃなくてつけるんだ。抹茶の塩の味がするそのままそのまま。こんばんは、ありがとうございます。来たよって、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは抹茶に対する気持ち、そう抹茶も好きじゃないからね。スッピーさん、初見、間違えた、ビギナー、初見です、ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。トリュフ味よ、なんかすごい高級な感じするけど、トリュフ、トリュフ
はトリュフ、なんか塩の種類そんな岩塩ぐらい。スカイさんタコ、ひろたんさんタコ、ありがとうございます。博多の塩。糸パンさん花束ありがとうございます。ショコちゃん家族のそばで配信したことある、ある、全然ある、むしろナウ。近くってどれぐらい近くかにもよるけど。料理配信の時とかは特に近いかもしれないね。ここじゃない、ここの部屋じゃないから。顔にスマホ落としていたい、ある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 。私は今日携帯を机に置いたと思ったら、携帯机に置いてなんかさ、立ちながらこうやってたら作業してた、落としちゃって、足の上に落としてしまいました。そう。そういう時もありますよね。そう、いてーと思ってフリーストーリーに書こうと思ったけど書かなかった。めっちゃ痛い痛いってめっちゃ来てる。そういてーってなった。もんちゃん初見こんばんは、ありがとうございます。初見です、ありがとうございます。あ、骨は大丈夫でした。一回折ってると不安になりますよね。でもなんかもうなんとなく分かった気がする。もうね、あざとかになったらもう折れてるんだなって思った。ただのあざじゃなかったんだなって思った。スマホも折ったと思う。でも今使ってるスマホじゃなくて、そう、この今配信してる方のスマホだから、もうね。そうね。ストーリーは割と自由に載せてますね。谷川さん尊い、ありがとうございます。え、どこ打ったこと、足の小指、足の小指を家の柱みたいなところにぶつけて折れてた。無観客ライブあたりの時、充電器新しく買ってないです。もともと何本か持ってたんですけど、もともと持ち歩いてる用と家用があって、家用が壊れたから新しいの買って、その新しく買ったのが壊れた。悲しい。柱は大丈夫。みんな私のこと心配してくれない。柱大丈夫でした。スマホも大丈夫でした。片足でピョンピョン、なんかもうしゃがんだ気がするでーと思って、その時はすぐ治るかなと思ったら治んなくて、ちょっと病院行こうと思って整形外科やってるかなに行ったら、1週間経ったら治るって言われたけど、1週間経っても治んなくて違うところに行ったら折れた。ピューンって感じでしたね。でもなんかメンバーにも、え、その時折れてたのって言われるくらいあんまり言ってなかったかもしれない。そう、知らなかった。レッスンとかも普通にやってたからね。最初はなんか多分そんなにボキって感じじゃなかったから、多分レントゲン撮ったけど映んなかったんだと思う。いや、痛かったですよ。痛かったから病院行ったんですけど。そう、あ、ハッシュタグ横浜新生活部見ました、ありがとうございます。皆さんぜひ
今日もこのあと3回は見てほしいな3回以上見てほしいなって思いますね。よろしくお願いしますそう、治んなかったから、そうピュンって感じでした。え、折れてたってなったそう、あ、毎日5回見てから、あ、よろしくお願いします、ありがとうございます踊れば今日も、はい、ぜひ一緒に踊ってください。太陽はまた昇るから横浜、英語は難しいこれからも横浜で活躍してほしい、頑張ります、ありがとうございます、そう思っていただけて嬉しいです折れてたって、多分その時にぶつけてすぐ病院行ってすぐ折れてたってなったら、え、折れてたってなってたけど、もう1週間とちょっと経って、え、折れてたのみたいな感じでしたねてるんさん、花束ありがとうございます。愛さん、初見しょこちゃん来たよ、こんばんは、ありがとうございます。そう、メンバーは何人かしか知る、未だに知らないメンバーもいるのかもしれないねゆゆさん、くまちゃんありがとうございます、まあ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 、ありがとうございますベスターズに入団してほしいは話が変わってくるね入団してほしいはやばいあ、今あのヒーターがつきました、なんかわかんない、あのここの温度に合わせてついたり消えたりするのかな、さっきまでついてて、途中で配信中、配信始めた頃は声ついてたんですけど、あの途中で切れてまたつきましたそう、ドライチューブして声すらかかんないね、もう誰もね、誰も見に来てないし半袖にヒーター、私は大丈夫だと思ってるんですけど、ドライヤーじゃないですMK さん、パー咲いたよ、花束ありがとうございます、そう、つけときなって言われたからつけといてる、そう、川崎フロンターレの公式マネージャーじゃあフロンタ君になりますね青だしファンヒーターっていうの、ファンヒーターって言っちゃったあ、そうだから上着着てればよかったのかな自由人、あ、お、雨の音じゃない、でも今日雨予報じゃなかったのに雨降ってなかったんですか、いや知らんよって感じですよね、予報では曇りだったのに雨降っててえってなった、でも傘さすのめんどくさくてフードかぶってたヒーターの動く音がした、テレレンテンテンテン、ひょこちゃん晴れ女、晴れ女ではないと思うけど、最近は雨女でもないとねえ、降りましたよね、楽しい明日は晴れるかな、桜ポーズじゃないんですよ、桜の音聞いてますのポーズですあ、そう、今 TikTok で横浜ダンスやらないっていうの来たけど、それ見て思い出した、今からツイートしますそれは、今日はですね、今日はなんとなんとですね、なんとなんとですね、 TikTok を載せたいと思います。量産型でシュキピー TikTok を載せます、イエーイ、
だから思い出しました。ツイートします、ポチッとな、ポチッとしました。いっけーいっけー、やっぱりあれですね、動画だからちょっと遅い。あ、いった、行きました、量産型で TikTok。 ぜひ皆さんぜひ皆さん拡散していただきたい。あ、見てきて、ぜひぜひ。ポールさんキュッキュッキュッ、ユユさんパチパチパチ、ありがとうございます。そう、この前撮るって言ってたやつです。あー、かわいいって、嬉しい、ありがとうございます。皆さんリプ嬉しいです。ぜひリプリツイート、引用リツイート、いいねよろしくお願いします。ポールさんキュッ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 、ありがとうございます。普段あんまりあのこういうブリブリ系はあまりやらないので、あのよかったら拡散していただけたら嬉しいなと思います。MK さんかわいい、山爺さんキュンキュン、ありがとうございます。シキナノシキナノシキシキシキピヒロタンさんかわいい、ありがとうございます。そう、ショールームクラウド再生、そうなんだ、バックグラウンド、バックグラウンド再生、バックグラウンド再生ができます。そうそうそう、一斉さんかわいい、ありがとうございます。ブリブリ系あまりやらないので、ブリブリってしないのであんまり。よかったらあの見ていただけたら嬉しいなって思います。不安で今日も眠れない顔が可愛すぎた、ありがとうございます。ひろたんさん可愛い、ありがとうございます。バブミ強かった、まあこの日はそうですね、お話し会の時にやってたやつ。チュキナマチュキナマチュキシュキシュキピン。嬉しい、引用リツイートも見てます、いつもありがとうございます。ショールームで、その服でショールームしてた時に TikTok 撮ってほしいっていうコメントを見たのでやりましたよ。なのでぜひ拡散してください、よろしくお願いします。ポールさんクモン、ありがとう、クマさん、ありがとうございます。あ、ウインクもレアですよ。ウインクはレアです。カメラマンはマネージャーさんです。リサはまだ来てなかったと思った。そう、アイドルの通知欄エグそう。あ、皆さんからでもいただいてるので、だからタグ付けとかは全部あの下の方行っちゃったりするかもしれないんですけど、なんか結構こんな感じ、こういいねとか、あ、こんな感じ、こうなってて、こう引用リツイートしてくださった方もここに出てきます、こんな感じ。ありがとうございます。です。横浜市広報課の方がリツイートしてくださってますね、ありがとうございます。リツイート、いいねかな、いやリツイート、なんでこれが私のところに来た、あ、タグ付けしてくださってるからだ、なるほどね、ありがとうございます。あ、25分過ぎてごめんなさい。25分過ぎてました。ということで、クイズ、この曲何でしょうか、やりたいと思います。ゆゆさん、キュンキュン、ありがとうございます。それでは、黒板さんを連れてきまーす。よいしょ。黒板さん、カモンヌ。じゃん。じゃ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 ん。
どうも黒板です。よいしょ、めっちゃテカっちゃってる。こうかな、こうかな。これこう、こうかな。よし、できた。久々の黒板さん登場です。もうね、高さがこれぐらい、これよりちょっと上、これよりこれぐらい、これぐらい上にしかなくて、高さ的にここがいいんです。リカテアンさん、キュンキュン、ありがとうございます。もうね、黒板が来るとめちゃくちゃ発光します、顔が。こんにちは。美肌ですか、ありがとうございます。それでは今日は久々にクイズ、この曲何でしょうかをやりたいと思います。イエーイ。ハセちゃん、キュンキュン、ゆうゆさん、ミラーボール、ありがとうございます。今からここにイラストを描くので、そのイラストが関連している曲を当ててほしいなと思います。それは歌詞だったりとか、まあ、タイトルそのままだったりとか、なんか MV だったりとか、それぞれですね。とかもう本当に関連してることとかなので、ぜひ当ててください。よろしくお願いします。ということで、竹野さん、キューキューキュー、リュウさん、キューキューキュー、ありがとうございます。早速始めていこうと思います。いきまーす。1問目、はい、で、映ってるかな。こうなって、あ、はい、して、止まった、ヒーター。はい、この曲なんでしょこー、なんでしょこー。ヒントは、これは割と歌詞です。歌詞です。おお、体やばいって言わないでください。あ、来た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 。ということで、一つ目、一曲目は秘密インシデントでーす。のいみーちゃんの新しい曲でーす。秘密インシデント。まずこのリンゴは、ななかちゃんがこうリンゴをこうポッて投げて、最後多分あれ逆再生ですかね、全然私わかんないんですけど、フッてやってるから逆再生かなって思ってたんですけど、ゆうさん、キュンキュン、ゆうさん、パチパチパチ、ありがとうございます。まず歌詞で、ちょっと待ってくださいね、メモったから。歌詞にですね、雨上がり晴れた空と、ほら虹が見えるで、晴れた空と虹が見えるで、こんな感じですね。そして2番で、あ、君の赤いほっぺピンクに変わった、なのでちょっとほっぺって感じにしてみました。赤いほっぺと虹で分かった、お、よかった。こちら。なんか途中であれじゃないですか、ハーフアップって出てきません、歌詞で。ほっぺ、そう、ほっぺ、こちら、ほっぺって感じにしました。だからちょっとハーフアップみたいにしてみたけど、ハーフアップのイラスト描くのはちょっと難しいなって思いました。メリダさん、キュンキュン、キュン
キュンありがとうございます。フォーミー、みんなずっとみんなで歌ってて最後フォーミーだけの中ちゃんが歌ういいですよね。わかる。秘密インシデント、あ、秘密インシデントフォーミーだということで最初は晴れた空とほら虹が見えるで、君の赤いほっぺピンクに変わったで、 MV に出てくるリンゴで、ノイミーちゃんの秘密インシデントでした。皆さんチェックしてくださいね。リュウさんだるまありがとうございます。ノイミーちゃんは4月17日にミニアルバムが出ます。メリナさんハート1000ありがとうございます。ありがとうございます。リュウさんだるまもありがとう、だるまありがとうございます。ということで次いきたいと思います。次2問目、よし。っていうかミルテンって何はちょっとわかんないですね。私もミルテンはが何かわかんないですねチョコいっか、チョコを出します。出しました。全色出そう一旦ね、一旦出す。よし、オッケーオッケーオッケー。白はね大丈夫そう。オッケー、うっすら残ってる。確かにここのとかどうですか、いい感じ。よしよし、続いて2問目いきたいと思います。2問目でれん、でどこまで、ここら辺までしたらいけるかな。はい、見えるかな、ちっちゃすぎたミジンコって言われちゃった。そしてそしてここかな。何の曲でしょう。何の曲か当ててくださいね。どうでしょうか、わかんないっていっぱい来てる さあどうでしょう、急に難しくなった。
その曲なんでしょうか。この曲なんでしょうか。ちらほらミルテンって来てる。さあ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 、リュウさんキュンキュンありがとうございます。ヒントはめっちゃヒントはここら辺とこの矢印がポイントかなって思いますね。ということで正解はようこそイコラブ沼でした。イコラブ沼、イコラブ沼。カッパは沼感があるからカッパです。あの関係ある関連っていうかなんかまあイメージなので。でもなんかこうコメント見ててみんな沼かなイコラブ沼かなって来てたけど、正式名称はようこそイコラブ沼ですからね。ようこそイコラブ沼です。カッパはですね沼っぽいからカッパです。でこれ沼です。これはジャンプジャンプジャンプです。ジャンプジャンプジャンプ、ジャンプしてます3人が。ジャンプジャンプジャンプで、これがこのシングルの、これ多分全部内緒と悩んだ方が多いと思うんですけど、イコールラブ、僕らの制服クリスマス、手遅れコーション、これベレー帽なんで、これ私なんですけど。ベレー帽で、ウォンチューウォンチューで、ダイヤモン探せダイヤモンドリリー、ずるいよずるいね、カメオ、青春サブリミナルです。なんかここはカメオじゃんとか青春サブリミナルじゃんって分かる方いましたね。どうですか、一緒ですか。そう、その中のイコラブ沼はクリスマス、制服クリスマス、僕らの制服クリスマスのあのシングルに入ってるのでこれって感じです。どんぐりかと思った、これベレー帽です。なんかボンチューボンチューなんだろうなって思った時に、あ、やっぱベレー帽かなって思った。おばあちゃんかと思う。どうしたらよかったの、こうしたらよかった、こうしたらよかったかな。そう、ということで僕らのせい、間違えた。ようこそイコラブ沼でした。イエーイ。意外と多分やってなかったと思った。ベレー帽無理ありすぎる。うーん。キノコがめっちゃこれについて言われる。ベレー帽です。これはピョコンってしてるのがベレー帽っぽいです。さあラストのこの曲なんでしょうか、いきたいと思います。個人的にはジャンプジャンプジャンプが上手に書けたなって思ったんですけど、みんなベレー帽に行っちゃった。よいしょ、はい。カッパの主張がちょっと大きく書きすぎちゃった、最初だったからね。コメントされてるって。消し消し、こんばんは、ありがとうございます。ドンマイ、そうですね、ドントマインドですね。ということでラストをいきたいと思います。ラストはですね、あの何曲か書くんですけど、共通するもの、こと、ものは何でしょう、共通しているものは何でしょうです。ジャブジャブジャブ、うまいと思った、ありがとうございます、優しい。さあ、共通するのは何でしょうです。それでは早速いきたいと思います。1曲目、大丈夫かな。こうかな。はい。一曲目。こんな。一曲目です。続
続いて2曲目なんか色変えてみたりする。2曲目猫です。3曲目はい、2曲目2曲目です。そしてラスト3曲目これに共通するのは何でしょう。1曲目2曲目3曲目4曲目共通するのは何でしょう。目が乾燥してきちゃった。わかる方いるかな、来てたかなコメント。共通するのは何でしょう。しょこちゃんが描いた絵、そうですね。さあ、どうでしょう。ラストはね、やっぱむずいの。やっぱ難易度開けていかないとね。多分来てないと思う。私が見てる時には来てない気がする。ひろたんさん、キュンキュン、ありがとうございます。これは4曲です。1曲目、2曲目、あ、間違えた。1曲目、2曲目、3曲目、4曲目です。あ、曲は分かってる方はいらっしゃいますね。共通するのは何でしょう。じゃあ、これはもうちょっと出ないから、出てないから、特別、今回は特別です。1曲目が、2曲目しょこちゃんのプレイリストではないですね。3曲目4曲目違えた。はい、この4曲で共通するのは何でしょう。ちなみに
ちなみに私の思ってるのは今のところ出てません。あ、出ました。今タイミングで絶対分かったね。そうですよ、これ今年です。ということでちょっと分かってきてたみたいなので、正解はこの4曲に共通するのは春の甲子園の入場行進曲です。まずこちら1962年は上を向いて歩こうです。これ上向いてこうピッピッピッっていうのが歩いてますって感じですね。そうで、なんかこう涙がこぼれないようにしてるっていう感じです。むずいって言われてる。でこちら1984年はキャッツアイ、これもうみんな曲を分かってる感じでしたね。キャッツアイです、この猫の目です。よかった答えが出て。そして3曲目は2014年恋するフォンチュンクッキーです。こちらはパパイヤ鈴木さんを書かせていただきました。いかがでしょうか。でもこれ書いてる途中にコメント見たら、あのパパイヤ鈴木さんの名前があってちょっと嬉しかったです。伝わったと思って。そう、こちらが指原さんです。おにぎり握ってます。おにぎりって握ってます。そう、この恋するフォーチュンクッキーの振り付けを担当したのがパパイヤ鈴木さんで、この前、あ、ヒーターつきました。この前私が横浜市の MV 公開された時の振り付けを担当してくださったパパイヤ鈴木さんです。うますぎ、やった嬉しい。ワッフさんキュンキュンありがとうございます。そして2021年はパプリカです。ピーマンピーマンパプリカピーマンピーマンっていっぱい来てたけど、パプリカです。こちら、あ、色つけたらよかったんかな。こうだったら絶対パプリカだったね。ワッフさんキュンありがとうございます。パプリカは本当は去年の予定だったんですけど、去年はなくなっちゃったので、あの甲子園がなくなっちゃったので2021年、今年になりました。正解は春の甲子園の入場行進曲でした。よかった、正解きた。え、どなただったかな、なんか甲子園の入場曲みたいな言ってくださった方、え、戻れるかな。うすしおポチさんかな、なってるかな。一番最初に私が見つけたのは。ということで、上を向いて歩こう、キャッツアイ、恋するフォーチュンクッキー、パプリカで共通するのは春の甲子園入場行進曲でした。僕ではない、正直でよろしい。平松さんパー最低をありがとうございます。ということでね、これは結構難しかったんじゃないかなって思うんですけど、答えがコメント欄に来てよかったです。以上クイズ、この曲なんでしょこでした。たまたま思いつきました。さすがです、さすがです。ひろさんぽんぽいありがとうございます。くろさんバラありがとうございます。ということでこの子、黒板さんは退場といたします。ゆうさん丸いのありがとうございます。恋するフォーチュンクッキー、退場曲にさせていただきました。クイズ、この曲なんでしょう、この退場曲でした。ルッピーさん、だるまありがとうございます。よいしょ、テロップをします。レッドカードじゃないです。温存です。ということで久々の、よいしょ、久々のク
クイズ、この曲なんでしょうか、いかがでしたでしょうか。ハゼちゃんキュンキュンありがとうございます。まあね、ちょっと難易度は高かったんじゃないかなって思うんですけど、でもなんか前に比べて私絵描くの上手になったなって自分で思ってます。ハゼちゃんキュンキュン、のりのりさんいいね、ありがとうございます。次はもっとベレー帽を上手に描けるように頑張りたいと思います。以上クイズ、この曲なんでしょこでした。ケンケンポさんコマン、ポールさんキュンキュン、ケンパチさんキュンキュン、ありがとうございます。めっちゃ上手になってますよね。そうそうそう、うん、なんかショールームで絵をいっぱい描くようになってすごい上手になりました。上手ってほどでもないけど、なんかまあ伝わるようにはなったかなって思いますね。ひろたんさん、ぽんぽい、ありがとうございます。 MVP カッパさんですか。カッパとパパイヤ鈴木さんがすごい分かった、ありがとうございます。おっちゃん、うま、ありがとうございます。パパイヤ鈴木さんは一回下書きで書いただけですね。下書きは私のパパイヤ鈴木さんの下書き見ますか。書き忘れとかがないように書いてるんですけど、何回もは練習してなくてこんな感じです。鉛筆で書いたパパイヤ鈴木さんです。今日はこれに全部まとめてあります。あとは出す順番とかも一回全部書いてみて出す順番をちょっと考えたりとか。そう そう、一回だけほぼ同じように書けたはず。いやちょっと違う、ちょっとなんか下書きの方がうまいかわかんないけど。うまい、ありがとうございます。下書き一回だけしただけですね。そう、これと割と同じように書いてるつもりです。私のベレー帽すごいですよ。ベレー帽これです。顔もない。ベレー帽です。下書きのクリスマスツリーです。すっごい好きで、知って恥ずかしいんだけど、これあクリスマスツリーです。下書き欲しいって。キノコめっちゃ言われる。あ、指原さんはそう衣装の色を表してみました。山爺さんだるま、ありがとうございます。指原さんも描きましたよ。指原さんかわいい。下書きのベレー帽わかる。なんと下手くそになってる。まあチョークは難しいので。山さん祝、ありがとうございます。今日はじゃあ15分になったらランキングを読んでおまばを書きたいと思います。おにぎりって感じですね。かわきチョークむずいですね。そうそうそう、でも言われなかったら下書きのもわかんないかもしれない。そうですよね。私もそうだと思います。のりのりさんかわいい、ありがとうございます。チョーク難しい、実習の時思った、よかった、わかる方がいて。思ったところに線書けないんですよね。あ、おまばはこっちの黒板に書きます。ミニ黒板に書きたいと思います。ね、久々のおまばになっちゃった、申し訳。ヨッピーさん、ヨッピーさんかわいい、ありがとうございます。おまゆさんパー咲いたよ、ありがとうございます。そう、ヒーターさんは途中で再起動しました。久々です、おまば。やいやいやい、嘘、1ヶ月ぶりぐらいしてなかった、嘘ごめんなさい。トッキーさん星、ありがとうございます。なんか割とね毎日やってて
あれですね、1時間ぐらいしかできてなかったりするから。あとは1時間半とかでもあのイベントの後とかだったり、あとなんだっけ、お話し会の途中だったりとかだったからね。リレンドさん、あなたはありがとうございます。またやりますねやべって感じ。なくなったわけじゃないのでまあ書きます。ちょこちょこリプ気になるんだよね。私ちょこちょこリプ見るんですよねあ、すごいいっぱい拡散していただきありがとうございます。皆さん、ポールさん、キュキュキュタコ、ありがとうございます。わあ、いっぱい拡散していただけて嬉しいです。ありがとうございます。ぜひまだ見てない方ツイート拡散していただけたら嬉しいなと思います。ハッシュタグ滝脇翔子は朝見ました。朝皆さんが画像を作ってくださっていて、それを保存しに行きましたハッシュタグ滝脇翔子、その時に割と見たりするかな、全体的に。だけど画像保存しに行くのメインですねそう、キングさん、ビーナー、シキピシキピシキピです。皆さんシキピですよ。リピ再生確定、嬉しい、ありがとうございます。画像作ってくださった皆さん、ありがとうございます。あ、来週のやつ作り終わりました、早い、ありがとうございます。本当に皆さん本当に今までの倍ぐらい来てて嬉しかったです。ぜひまたね、お時間ある時に作っていただけたら嬉しいなって思います。なんか嬉しいって普通に単純に思う、素直に思う。そう、嬉しいって、いっぱい今回いっぱいある、嬉しいってなりましたありがとうございます。そうそうそう、ちょっとリプ見ちゃうっていうね、我慢できなくて我慢できずにリプを見てしまう。みんな可愛いって言ってくださって嬉しいです、ありがとうございます。たまーにこういうことするので、よかったら見てくださいみんなね、そう、なんかもっと上手に、なんだろう、できるように頑張るねとか、なんか私のだけちょっとあれかもみたいな感じの、そう、センス皆無って言ってる方多いけど、私からしたら、いや私の方がやばいからねって、私が作ったらもっとやばいからねって思っちゃうから、全然本当にまず作ってくださるだけで嬉しいですし、なんかえどれがあんまりとかないですよ。多分自分が作ったからそう思うのか分かんないですけどそう、もう作ってくださるだけで嬉しいんです。そう、一回前に一回作ったことあるんですけど、あの切り抜きのまず仕方が分からなくて皆さんに聞いてって感じですね。そうそうそう、一文字しかできないからなんか前にね、なんか作ったことあるんですよね、前に作ってみてよみたいな、自分でも出てくるかな。自分で作っ、一回だけ、あ、一回じゃないな、何回か、こう、個別握手会って言ってるかな。いやー、画像ってやると画像が出てきちゃうのねそう、ちょっとやったけど、もう2年前ぐらいにやってたけど、3年前かな、そう、あまり全然上手じゃなくてね、皆さんの方が上手でしたスカイさん、ファイト、ありがとうございます。そうもっと上手になりたいんですけど、
なんかあんまりやり方わかんないし、なんかそういう時に大型発揮しちゃって、なんか切り抜きできなかったら諦めるっていう方法に行っちゃうので、そこ自分でこうやってやるのがねめんどくさいなって思っちゃったりして、あ、事故ではないんですけど、なんかねすごいセンスって感じだったと思う。あ、一個だけね、なんかねお着物着ててね、私なり、私的には上手にできたなっていうの一個ありました。そう。自分も O 型なんです。なんか私他のところでは意外となんか A 型かと思ったとか言われるぐらい、なんか几帳面じゃないけどなんか丁寧にやったりする時とかあるんですけど、なんか謎になんか物によるんですよね。そう、 O 型発揮しちゃいましたね。なんてやったら出てくるかな。うーん、なんかあ、これとかもうね、あ、全然見えないし、どうしたらいい、こうね普通の画像にこう文字を入れただけ、フィルターかけたみたいな感じですね。あ、これとか、ちょっと横にしたらいいのかな、こんな感じ。これとか全然切り抜いてないんですよね。もう一個はね見つけれない。そんな感じです。そう、切り抜きはしてないです、残念ながら。あ、いつのツイートだろう、2018年4月のツイートです。3年前ですね。だからひろしさん、パー咲いたよ花束、ゆゆさん、パー咲いたよ花束、ありがとうございます。そうだから切り抜きすらしてなくて、で2年前かなに1回だけやったことあったんだけど、それは割と上手に切り抜きが分かった。そうだけど本当に皆さんすごいなって思ったから、まあ絶対なんかお願いします、作ってくださいとは言いませんが、作っていただけたら嬉しいなって思うし、素直に嬉しいなって思います。そう、3年前ダサいって言われてる。そう、切り抜きできないからね。そう。今の方が割と上手にできると。そのレベルなので私は、なので本当に作っていただけるだけでありがたいなって思います。カズさん、キュン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 、ありがとうございます。あと、そう、あ、切り抜きは、そうそうそう、だから一文字もできるようになったんですけど、あ、お話し会の、今だったらお話し会の受付ですっていうのを毎回私載せてるんですけど、皆さんが作ってくださったのを載せてるんですけど、そう、その画像とかでたくさん広めていただけたら嬉しいなって思います。そう、ピクスアート、ピクスアート待って、あるかも、ピクスアート入れてるな、これ切り抜きできるんだ、私ぼかしにしか使ってない、ピクスアート、どうやって切り抜くんだろう。これじゃん、こうするじゃん、これぼかしで使ってるね、エフェクトでね、あ、切り抜きあった、切り抜き人物、おで、で、どうやってやんの、あ、透明か。保存、え、保存したらどうなるの。使い方分かってなさすぎて、すごいふわって感じで切り抜けるんですね、エフェクト。
や違うの、これをこの子をどうしたらいいの切り抜けたけどこの子をどうやって使ったらいいのか分かんないや。ステッカー、いや分かんないな、このベースが分かんない、できなかったヘブンさん、キュンキュン、メリダさん、パー最低をありがとうございます。あ、どの子、この子ですね、この子です、この子、昨日のせた子ですこの子ぼかしで使ったピクサート。トモさん、キュン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 、ありがとうございます。難しいです。あ、それ保存して、保存するのね。え、保存できたかな、保存した、普通ので使えるのかな、一回やってみる、皆さんから学ぶ会アルバム、お来た来た来た、あーでもダメだ、なんかこういう時ありません、なんか四角くなっちゃうみたいな四角くなっちゃうみたいな時ありますよね、透明化にしたのに、おかしいなおかしいな、どうしてどうして、からこうなるとこうなっちゃうね、こうなっちゃうんですよ選択して切り抜ける、切り抜き、あ違う違う、わかんない画面が小さいと、あそうなんだ、背景の画像の上に画像選択、あちょっと分かんなかった画面がちっちゃいと無理なので、まあいつもの私はあのあれを使ってます、マカロンをおすすめしていただいて、そうそう、みんな詳しすぎやん、そうそう、すごいと思うもう笑われちゃってる、画像選択のボタンがあると思うので笑われちゃった、私はマカロンを使ってます、そう切り抜き、あの一文字はマカロンを使ってます竹脇はマカロンで頑張ります、ちょっとピクサーとはぼかしだけで頑張りますフ食べ物じゃない、なんか恐竜の、ピンクの恐竜の、あ今は切り抜けるようになったんですけど、あのピクサートを今おすすめしていただいて、あピクサートできるのかなって思ってやってみたらちょっと自分じゃできなかったですねそうちょっと難しい、でもあれふわっと切り抜けるの可愛いなって思ったりした、そうはい、ちょっとふわっと切り抜きたい時にまた聞きます自由、自由人、うーん、山さん頑張った、ありがとうございます課金しなきゃいけないの、ちょっとわかんない、そういうの得意なメンバーって、花ちゃんとか絵描いてるから得意そうヘブンさんキュンキュン、ありがとうございます聞かないやつだめっちゃ獣フレンズ、行けたら行く、来ないやつだゆきなんごさんキュンキュン、ありがとうございます、キュン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 、ありがとうございます、うんはなちゃんはなんか絵描くやつがあるから、それでなんかなんかもう習得してそうしょこちゃんは黒板にしか絵描かないからそう
秘密イヌシデッド、お宅の行けたら行くわ行くやついつでも待ってますお話し会もサイン会もいつでも待ってます。うすしおぽちさん、キュン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 、はるくん、キュン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 、ありがとうございます。黒板切り抜くはやばい、黒板は切り抜かない、たなちゃん持ってるものが違うからねフォーミー来た秘密イヌシデント、フォーミー、谷川さんかわいい、尊い、ありがとうございます。あ、桜の音がしたのホワイトボードは書いてないですね、私多分あれじゃないですか、猫背の3人が書いたんじゃないですか。谷川さん、キュッキュッキュッ、ありがとうございます。あ、ちょっと今桜のクイズ思いついた今ちょっとメモっとく、桜のクイズ、キーちゃんかわいい、谷川さんキュンキュン、ありがとうございます。あんちゃんなんだ、知らなかった。今日自由、今日自由人です。ちょっとよし、はい、オッケー。そう、急に降りてくる、そうそうそう、メモとかないと忘れちゃうからね、急に降りてくる。桜咲こうと聞こえ今あって、あ、やりたいですね、あのイコラブ沼もやりたいし桜もやりたいです。日常を全てを彩り、景色を変える、見たことのないハートの震え。メモった。あとなんか5問題、いつも5問ぐらい作ってるので、またちょっと思いついたり MV 見たりして考えます。ポールさん、欲しい、ありがとうございます。近々やりたいと思ってますコラボでもハマりました、ありがとうございます。ヒロキーさん、ランランダランダン、チョコランランダランダン、桜咲いたフラペチーノ問題ちょっと指針桜咲いたベリーフラペチーノ、ホワイトボードから出題されるってことさ、どうでしょうか、どうでしょうね。ちなみに今メモったのは違う答えが全部内緒。15分になって、めっちゃ15分になって教えてくれ、ありがとうございます。ゆうきさん、初見、きこちゃん来たよ、ありがとうございます、こんばんは、ありがとうございます。15分になりましたのでランキングを読んでおまんまを書いて終わりたいと思います。違うんかい、違うんですよ実は実は違う、そうやってなんか言われたら出したくなくなるね、あの絶対予習する方多いからではランキングを読みたいと思います。13位ともさん、12位メリダさん、11位ママママさん、10位リデンズさん、9位ワッフさん、8位タケルンさん、7位ケトゥーさん、6位クロさん、5位テルンさん、4位ゆきだんごさん、3位スカイさん、2位ユユさん、1位ひろしさんです、ありがとうございます。2列目、フィズニャンさん、ペンタさん、オンヌさん、カシラモジさん、アリスさん、ファインゴールさん、モモキュンさん、おまゆさん、マーシーさん、サンタさん、オーツさん、トッちゃん、コトラちゃん、ヤマーさん、ケンケンパさん、ユイさん、ポールさん、ヒッキーさん、ヒロタンさん、タークン、サクノンさん、カノコさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。今パチパチ来て、ユユさん、パチパチ、ありがとうございます。それでは、おまばを書いていきたいと思います。おまばは、携帯から、携帯で見て、フォーミーすぐばっか歌うようになっちゃった。おまばん、
わきどこ、滝わきどこだ。浜場描きたいと思います。浜場ここからは配信しない。よし、描いていきたいと思います。浜場探し、え、ちょっとこれ描きたくなっちゃったこれ描きたくなっちゃったから描かせてください。ちゃんちゃんちゃん、三日月、間違えた、満月がありまして、虹のもとがいっぱいあって黒豆二つに逆さの大山、よき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 生えています。赤からピンクに変わったほっぺで完成。これ描きたくなっちゃった。まずはじゃん、モニカさんありがとうございます。そしてよいしょ、そしてジェットさんありがとうございます。あの、なんで描きたくなったかっていうと、あの、仲良くこの子が2人で並んでるんですよ。え、皆さんのはそうじゃないのか、皆さんも一緒ですか。あの、仲良く隣にいるんですよ、このアバターが。そんなことなかなかないから、ちょっと描きたくなっちゃいましたありがとうございます。え、皆さん並んでないですか。あ、私のとこよかった、私だけかと思っちゃった。そう、ちょっと描きたくなっちゃったよね連番してる並んでるってね。こんなことありますか。レモン可愛いです、ありがとうございます。目立つしね、目立つアバターだったから余計に描きたくなっちゃったね。ありがとうございます。あ、星投げ、2人とも星投げしてくださってありがとうございます。モリカさん、Z さん、ありがとうございますすごい、二人ともぴょんぴょんしてくれてた、ありがとうございます、優しいそれでは二つ目のおまばいきたいと思います。確かに星投げ喜んでるみたいで可愛い。確かに、やったーみたいな感じでね、ありがとうございます。私がやったーって感じですけどね。隣に並んでると、あ、更新されて隣じゃなくなっちゃった、タイミングめっちゃ良きだったね。山爺さん、尊い、ありがとうございます。それでは2列目、間違えた2人目いきたいと思います。どうしようかな、どうしようかな、どうしようかなこの方ちょっと好き、ちょっと好きな感じじゃんじゃん、ちやん、あ、ヒーターついたどうしよう、なんだろうな、うわ、なんていうのかわかんない。私っぽい感じです、はってなってくわあってとんがった大山が逆さにあって、蔵でで完成。なんか目に留まるのがちょっと時間あれかな、割と早く描けるタイプだった。よし、あ、名前書いてない
ちょっと私っぽい感じになっちゃった。いきます、せーの、じゃん、スーツさんです、ありがとうございます。ティー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 、滝脇って感じですね。滝脇です。なんかすごい、なんかわかんない、なんでだろうね、目に入ったんでしょうね。周りとのバランスもあるかもしれないけど、ティー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 、ありがとうございます、スーツさん。滝脇っぽい感じです。滝脇のティーです。ありがとうございます。次ラスト行きたいと思います。あ、高松っぽいもありますね。そう、ちょっとラストいきます。ラストいくぞー。うわー、書きたいアバターいっぱいある。書きたいアバターいっぱいあります。謎の報告どうしようかなー。どうしよう、うわー、どうしようかな。あ、じゃあこの方にしようかな。いやー、待って、めっちゃ考えちゃってる。じゃあ、うわー、待って、この方にします。決めた、決めました。ちょっと書きたいアバターめちゃくちゃあって超悩みましたが、選ばさせていただきました。じゃんじゃんじゃん、わたがしが2つあって、そこに大きなドームです。ドームがいっぱいあって、いっぱいありますよ。ちょっと下手くそ。そこにうん、白豆2つ、中にはタピオカが入ってて、サッカーさーの大山がありますよ。赤いほっぺピンク色になっていて、はじけて太陽かな。ちょこっと書いたら完成。いきます、せーの、じゃーん。あ、名前書いてなかった。ちさちゃん、ありがとうございます。にじー、これはのいみーちゃんの歌詞の時に書いたやつです。ありがとうございます。ここ書庫にしました。かわいい、私個人的に虹好きなので。しかもあの桜の咲く音がしたの MV でも虹が4回見えたし、虹です、ありがとうございます。いや、でも描きたかったアバターめっちゃあるので、ちょっとまたそれで遊びに来てください皆さん。ということで、以上、おもあばでした。
イエーイ。ということで、そろそろ終わろうかと思います。4180人の方が来てくださいました。ありがとうございます。たくさんの星投げ、たくさんのギフト、たくさんのコメント、本当にありがとうございます。今何やってたっけ、あ、久々のクイズ、この曲なんでしょうか。参加してくださった皆さん、ありがとうございます。そしておまばはまた定期的にっていうか、もっと頻繁にやります、すいませんので、ぜひまたそのアバターで遊びに来てください。よろしくお願いします。そして、昨日公開されました横浜の MV、 ぜひチェックしてください。今日寝る前に3回は見てほしいなって思います。1人3回見てください。そしてイコールラブの、桜の咲く音がしたの MV もチェックよろしくお願いします。こちらも1人3回チェックしてください。よろしくお願いします。今度そこからクイズも出したいなと思ってるので、もうね、完璧に見ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そして3月31日にはショコリサでトップイエルネオさんに、掲載させていただくことが決まっております。ぜひ皆さんゲットしてください。よろしくお願いします。また告知します。ということで、そろそろ終わりたいと思います。来てくださった皆さん、ありがとうございました。久々にクイズ、この曲なんでしょうか、楽しかったですまたやります。ありがとうございました。おやすみなさい。夜遅くまでありがとうございます。お付き合いしていただきありがとうございます。また次回の配信も見てください。ありがとうございました。バイバーイ。感謝。バイバイ。